ベトプロパック様より製品の提供を受けて動画を作成しておりますご視聴ありがとうございます今回は収納アイテムベトプロパックのレンチャー MC 紹介したいと思います高さのある道具箱で縦方向へ収納がメインというのが特徴です配管工さん向けに設計されたツールバッグとのこと私は車関係の整備バッグとして使ってみています 一般的な整備には十分に間に合う量を収納できまして持ち運びがしやすく気に入っているバッグとなってます使用感などお伝えしたいと思います外観がこちらです主張しないシックな配色底の部分はがっちりゴムで覆われていたり持ち手には分厚い革が巻いてあったり見るからに頑丈、雰囲気のある入れ物です見た目も良いですかっこいいですね 各部、クオリティは高いです大きさはこのくらい幅や奥行きよりも高さが大きいという特徴的な形となってます単体でスペック上は 2kg あまり重いとは感じませんサイズと質感に見合った重量っていう感じ中を見ていきますベースは四角の囲いサイド2面にまちのないポケットが備わります それ以外の二面にはベルクロで取り付けられる V スワップパネルと呼ばれる細かな収納が取り付けられています。形状の違う2枚が初期装備として付属します。内側も防水生地となっているようでお手入れは簡単。水をかけて洗うことができるようです。外側にもポケットを備えます。薄手のものを入れておくのにちょうどよく。 持ち手部分のストラップで挟み込むような作りなので、ここもしっかりと頑丈に作られています。残りの面には大小の D ン4つと、ハード、ソフトの2種類のホルダーが備わります。ストラップやドローコードを付けたり、コンベックスや電動工具を止めておくのに使えます。初期装備としてはショルダーストラップが付属します。底面はゴムの一体仕上げ。独立した足はないので基本ベタ置き。 凸凹した面には多少安定しないかもしれません。実際に道具を入れてみたのがこちらです。基本的に3部、4部のソケット工具類と握り物をいくつか、短めのレンチと長いレンチが入ってます。基本的な整備用セットって感じ。全部出して並べてみるとこれくらいです。これでトータル重量17キロないくらい。 厳選は確かにしましたが、しかし思った以上に入ったので驚きました。V スワップパネルのポケットとその隙間を使って収納をしています。互い違いに入れたり、ペンチ類は重ねたりして、取り出しにストレスがない程度に工夫をして収納をしていってます。作業場所に着いたら、とりあえず使うものはまず出していくスタイルですね。ソケット、ラチェットはすぐに取り出すことで、その後のものを出しやすくしています。 ですから地面に敷くマットも一緒に持ってってるですね。今まで使っていたバッグと比べてみます。コンペはこちら、アーィンのロングバッグ。これは長物を運ぶことを考えて選んでいます。容量はアーィンが上。 結局重さから車関係で使う道具の場合、アーウィンでもパンパンには入れることはできないのですが、消耗品だったり簡単な計測器を入れておいたり、容量で言ったらアーウィンがはっきりと上です。ベトプロは先ほども申しましたが入れるもの厳選が必要でした。持ち歩いていたものいくつかは削ったっすね。 収容できるものの長さについては意外なんですけどベトプロの方が上かもしれませんこの長いトルクレンチアーウィンでは斜めにしないと入らなかったのですがベトプロではだいぶはみ出しはしますけど問題なく収納ができてます縦型収納の本領発揮っすねこのトルクレンチ結構重いんですけどバックはくたっとへたったりはせず持ち運びも問題なく可能ですこれは便利だなと感じました 道具の取り出しに関しては、両者キャラクターは全く異なります。得意、不得意はありますが、トータルすると、やはり、間口の広いアーウィンが楽かなって感じ。アーウィンの場合、道具が中で重なってしまったり、ごちゃっと入れることになりますので、見つけるまでが面倒。対して、ベトプロは、どこに何ってのがほぼ決まってますので、見つけるまでに悩みはなく。 ただ、間口が狭いので奥の方に置いたものを出すのは面倒になります。出しやすさを考えますとスペース、フルでは使えないですね。持ち運びについてはベトプロです。背負うにも持つにも横に出っ張らないのは使いやすく。アービンのバッグ、建物内ではドアで引っかかりエレベーターで引っかかり。まっすぐに持てば大丈夫と言い聞かせ使ってきましたが、やはりそれでも引っ掛けるんです。 日本の建物環境ではちょっと合わないかもと感じてました。ベトプロは背負ったとしてもこのくらい。背負っててぶつけることはありますが、アービンほど引っかかりは感じてません。長物が持ててこの機動性はいいっすね。程よいサイズ感となってます。頑丈さ、信頼性もベトプロが上でしょう。見た目からがっちり。 私の使い方で不安になる箇所もないですし、5年の保証というのは耐久への自信ですよね。アーィンも今まで使っていてストラップが壊れた1箇所のみ、まあ、どちらも耐久性は十分に有していると感じます。車関係で使うに際して必要な工夫や制限も出てきます。 例えばこういったソケットレール立てて収納することになりますので取り出し時に引っかかって簡単にコマが抜けてバラバラになってしまいます。引っかかった際に引っ張ってもなかなかコマが外れないタイプへ変更をしました。それからこういった布製ロールバック。今まで横置き収納であまり気にしてはいませんでしたが縦入れでは向きを間違えると中でバラバラと出ちゃいます。 つまらないことですが、ソケットレール入れ替えるにもなんだかんだお金はかかります。この辺はご留意いただきたいポイントですね。ここからは使っていて気になる点を紹介です。まずは持ち手部分が頻繁に邪魔に感じます。しっかりとした生地なので内側に向かってこんな具合に立っていることが多く、道具を取り出す際いちいちどける手間がございます。ただこれ、良いところでもあるんです。 バッグ持ち上げる際には立ってくれてるこの持ち手がとても気に入ってはいるんです馴染んで柔らかくなるにしてもこれできれば立っててほしいという矛盾した思いもありまして持ち手を止めておくことができたら便利そうだと感じました磁石で止めておくことができたり何らかそういう機能があったらさらに使いやすくなりそうです続いては横の長物の収納ポケット ここにマチがないというのが私がこのバッグに感じた一番ネガなポイントです。当初ここにソケット類を入れていましたが出しにくいし入れにくい。仕切りがしっかりしている分この程度30ミリほどの厚みのものも複数になってくると収納がしづらくなってしまいます。 長物トルクレンチの収納に切り替えましたがこれポケットと言っていますが正確には仕切り板であり下の方は化粧室の個室のように空間が空いてるんですですからそこに道具の出っ張り例えばトルクレンチではスクエアが引っかかりまして出すにもしまうにも強引にパワープレイをすることにまたここに何か入れておくことで外枠が微妙に膨れてくるのが分かります これは続けているとおそらく形は崩れてしまうでしょう。ここに2 0ミリだけでも幅があったらとても使いやすくなると感じました。このレンチャーシリーズはサイズ展開として LC、XL もありまして、M サイズ以外はサイドのポケット、マチがしっかりというか奥行きが取られています。全体サイズそこまで大きくもなりませんので LC の使い心地試してみたいですね。 それれから小さいもののを入れるところがありりまませんシッックネスゲゲーージジやピッチゲージの置き場所に困りますサイドポケットでは奥まで入りすぎますしこのシックネス用に曲げられているものは折れ曲がってしまいそうでちょっとやだライトも置き場所で悩むっすね生地が薄いところが少ないというのもあり入り口周りでライトのクリップを止めておくところがなく奥行きのある収納なので暗いところでは中が見えにくく ラライトは必須に感じていますのでこれもちょっと困るところこういったものを入れておけるアクセサリーが後付けでもあればと感じましたベトプロパックのレンチャー MC 配管工さん向けとされていますが業種を問わず刺さる方いらっしゃるアイテムだと感じました持ち運びストレスなく長物が持てる道具を持っての移動が多い方ご検討ください ご視聴ありがとうございました。当チャンネルではこんな感じに道具の紹介をしております。お時間ございましたら他の動画も覗いていってみてください。皆様には再びお会いできますことを願っております。それでは次回まで。せや